後藤俊夫都市、後藤島俊夫都市、後藤島俊田、1993年3月5日体は、群馬県渋川市出身のプロ野球選手、外野手、右投げ左だ、オリックスバファローズ所属、入団したからまで、名前の俊夫都市を、登録名に用いていた。小学1年時に、豊明ジュニアホークスで野球をスタート。 渋川市立渋川中学校3年時には AS としてチームを群馬県大会3位に導いた。前橋商業高等学校への入学を機に外野手へ転校した。1年時の秋から一番打者を務めると2年時には第81回選抜高等学校野球大会へ出場、結果は初戦敗退。3年夏の全国高等学校野球選手権群馬大会では 4割を超える打率でチームを牽引した末に本大会へ出場した。高校通算18本塁打。走行手3拍子揃ったプレースタイルから上州の一郎、群馬の一郎の異名を取った。2010年の NPB ドラフト会議では、オリックスバファローズから一巡目で指名された。同球団では、この会議の一巡目で、大石達也、石峰正大。 山田哲人を相次いで指名したが、いずれも、他球団との指名重複による抽選で、独占交渉権を逃していた。NPB ドラフト会議の一巡目指名において、独占交渉権が確定するまでに3度の抽選漏れを経た球団は、この時のオリックスが初めてであった。後藤自身は、上記の経緯による単独指名の後に、一位指名は信じられなかった。とにかく嬉しい。 オリックスは本当にプレーしたかった球団とコメン。交渉の末に契約金7、500万円、年俸700万円、金額は推定という条件で入団した。背番号は8、なお、入団時点で同性の古藤高村もオリックスに在籍していたことから、入団を機に名前の春太氏を登録名に使用した。春季キャンプ中に頭角を表すと、 高卒の新人野手では、球団史上初の開幕一軍登録を勝ち取った。4月12日に、福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦、京セラドーム大阪で、9番、右翼手とし、スタメンで一軍デビュー。NPB の高卒新人外野手では、1959年の、張本伊佐を、東映フライヤーズ以来52年ぶりの快挙であった。 4月21日の大北海道日本ハームファイターズ戦ホットモットフィール神戸ではプロ入り後初めて2番打者でスタメンに起用されると一軍初アンダ初打点を記録しかし開幕戦から出場15試合で打率が074と低迷したことから5月9日にプロ入り後初めて登録を抹消抹消後はウエスタンリーグ公式戦で1番打者としての経験を つむかたあら、7月21日のフレッシュオールスターゲーム、富山ルペンスタジアムで優秀選手賞を受賞した。9月16日から一軍に復帰したが、一軍公式戦では30試合の出場で打率。100に終わった。2年連続で開幕一軍登録を果たすと、3月30日にはソフトバンクとの開幕戦、京セラドーム大阪に9番、右翼手として、 スタメンで出場。高校から直接、NPB の球団に入った野手が2年連続で1、軍の開幕戦に、スタメンで出場した事例は、1961年の、矢野浦国万内野手、近鉄バファローズ以来51年ぶり、外野手では1960年の長本以来52年ぶりであった。しかし、1軍公式戦全体では、前年とほぼ同等の成績にとどまった。 入団3年目ながら、オリックス選手会の会計に就任。公式戦では、入団以来3年連続の開幕1軍登録を果たしたものの、初めて開幕戦のスタメンを外れた。それでも、シーズンを通じて1軍に帯同するとともに、1軍公式戦117試合に出場。6月30日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1軍初本塁打を放つと、7月2日の 対埼玉西武ライオンズ戦、いずれも、京セラドームで2試合連続本塁打を記録するなど、打率、199ながら3本塁打、12打点という、成績を残した。4年続けて、開幕を1軍で迎えると、1軍公式戦1 2 7試合に出場。自己最高の打率、285本塁打、30打点を記録するとともに、総攻守にわたる活躍で、 6年ぶりのクライマックスシリーズ進出に貢献した。6月11日の大横浜 DNA ベイスターズ戦、京セ,セラドームでは8回裏一四万塁で代打竹原直隆の代打として起用されるとシーズン初本塁打を人生初という万塁本塁打で飾った。オリックスの選手による代打万塁本塁打はの T 岡田以来4年ぶり。代打の代打による 満塁本塁打は、NPB 史上9本目、パシフィックリーグ史上4本目の快挙であった。春季キャンプ中から、体調不良や、打撃不振に見舞われながらも、3年ぶりに開幕戦で、スタメンに起用。4月8日の対千葉ロッテマリーンズ戦、京セラドームでは、プロイリアと初のサヨナラアンダを放つことによって、チームの連敗を読んで止めた。レギュラーシーズン全体では、 一軍公式戦での出場試合数135、盗塁数8、打点31、ギ打25で自己最多記録をマーク。その一方で打率234と本類が2本が前年を下回った。他、スタメンでの出場は81試合に止まった。6年連続で開幕一軍入りを果たした。 打率が1割台に低迷していた5月下旬からは、現役選手時代に、右打者から、スイッチヒッターへの転向経験を持つ高橋義彦、一軍打撃コーチの勧めで、右打ちの練習にも取り組んだ。一軍公式戦全体では105試合に出場。試合では従来通り左打席へ立ち続けたが、打率、192、0本塁打、9打点に終わった。今年、 春季キャンプから一番成長した選手という位置、軍監督、福良淳一からの評価を背景に、7年連続で、レギュラーシーズンを一軍でスタート。5月には、延長戦にまでも連れ込んだ5月7日の、日本ハム戦と5月31日の大東京ヤクルトスワローズ戦、いずれも、京セラドームでサヨナラアンダを放って、赤間県、7日、小林圭介、 31日を一軍公式戦での初勝利に導いた。さらに一番右翼手としてスターメンに起用された6月4日の対読売ジャイアンツ戦東京ドームでレギュラーシーズンとしては自身初の先頭打者本塁打を放っている。一軍公式戦全体では129試合の出場で打率242本塁打27打点4盗塁をマーク。 シーズン終了後の12月19日には、翌シーズンから登録名を本名の後藤俊夫都市へ変更することを明らかにした詳細講述。春季キャンプ中のインフルエンザ B 型感染の影響で出遅れたことに加えて、その間に内野手から中堅手へ転向したそういう間がオープン戦で活躍したため、プロ入り後初めて公式戦の開幕を二軍で迎えた。 開幕後に一軍の正中堅守へ定着した層が5月中旬に戦線を離脱したことに伴って5月18日にシーズン初の出場選手登録50メートル走6秒0の瞬速と遠投120メートルの強堅で当主としても最速時速147キロメートルをマークしたこともある身体能力の高さが特徴 オリックス入団後の2015年5月19日には、北九州市民球場の対ソフトバンク戦7回、表西の打席で、五十嵐良太から三振を喫しながら、五十嵐の冒頭に乗じて一気に三塁へ進んだ、記録は振り逃げ。特に強権と広い守備範囲を生かした、外野守備の評価が高く、守備では一歩目を早く切ることを心がけているという。 三類到達スピードで11.26秒をマークするなど、トップスピードは速いが、一類到達スピードは4.1秒台が、ほとんどでトップスピードに乗るのが遅く、本人も短距離には自信がないと語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。